画質が悪い？大丈夫。こんばんは。こんばんは、こんばんは。今日はサブスマホちゃんからお送りしております。このスマホちゃんは多分 Wi-Fi の力で動いているからドキドキしていると思う。ん？そう、 Wi-Fi ちゃんWi-Fi ちゃんのこと応援しとってみんな。こんばんは。そう、きっと大丈夫。うん、きっと大丈夫だと思って私もやってますが、もしなんか重いぞってなっても、あの、応援しててあげてください。応援しててあげてください。はい。さあ、いつ帰ってくるの？なんかね、28になりそうで、あと3日間私はすごく不便な生活を送らなければならない。Wi-Fi がないと、スマホができなくて、あと LINE が見れなくて、もう人生って感じ。この世はやっぱりスマホがないと生きていけないんだ。ホテトンのスガチグループ行こう、キュウさん。めっちゃかわいい。ありがとう。そうなの、業務連絡と、なんか、自分の連絡が全く見れないの。遅延させまくる。遅延させまくってしまう。そう、いつ気づいたの？あのね、新幹線に乗る前に、なんかスマホを私バッグの奥底に入れたかなと思って、でも、あの、自信があったのね。バッグの奥底にあるんだろうなっていう自信があって、新幹線乗ってスマホ探したらなくって、あれってなって、一緒におるメンバーがももちゃんしかおらんくって、ももちゃんに頼んだらマネージャーさんにこうやって伝えてって言ったら、タクシーにあったみたいで、タクシーの運転手さんが見つけてくれたんだけど、でも今日発送してくれて、でもなんかそしたら東京に避難が行かないといけないから、またすれ違いになっちゃうから28日になるの。いろいろあって28日。あー、あと3日間もないです。悲しい。うー、そう、見つかってよかったね。道端に落としてなくてよかった。そういうさ、もう道とかに落としたらもう一生見つからん気がするけどさ。よかった、まだ。そう、なので皆さん申し訳ないのですが、そう、私は28日までネットから離れている気がします。離れている気がします。ちょっと離れた生活をしております。はい。スマホ依存症なので、私スマホ依存、もうずっとスマホを手に持っているような人なので、もう悲しくて悲しくて。触っちゃう、触れないんだったっていうショックを何回も受けてる今日は。あ、
私はもう何も情報が入らない一人孤立した人生って感じ。はい。やっぱネットは大事。この世はスマホがなければ無理だ。28日まで我慢する。うん。うん。そう。エゴさんはね、こう家におるときはねできるけど、なんかあったらできん。そうね、スマホに縛られない、スマホに縛られない生活をしています。移動時間も景色を眺め寝てます。あー、わざと真っ暗だー、しやーってなってました、昨日。うん。あー、ちょっと真っ暗しやーって寝てました。うん。変な夢見ました。もう生活リズムがバランバランになってて、今すごい今眠たい。そう、なんか2時間起き睡眠みたいなのをしてる。空いた時間に寝てる。夜中に寝るんじゃなくて、空いた時間に寝てるの変だな。もうもうねえ、うんうんうん。広島のすすめのお土産、広島に来たら絶対にもみじまんじゅうを買って帰る人が多いと思います。行けなかったのかな。あ、カフェはね行けたの。そう、なんかその予定がね、まあいろいろあって、そうみんな知ってると思うけど、いろいろあって予定がこういろいろガーって変わってカフェ行けないかもと思ったんだけど、行けた。いろいろ変わったおかげで行けたみたいなところある。やれるかっていけた。イエイイエイ、うん、そう、美味しかった。インスタに載せるね。インスタを今調整中なんですよ。そう、今だんだんピンクから離れていくようにしている投稿をやってるのです。今インスタグラム調節中なんだろう。少々お待ちよ。少々お待ちよ。あんこダメな人のおすすめ、広島のお土産で。あんこダメな人のおすすめはですね、チョコラっていうチョコのなんかまんじゅうじゃないんだよな。あれなんて言うんだろう。チョコのお菓子。生チョコみたいなお菓子のお土産もとっても美味しいです。それか、八足大福。でも八足大福は日持ちがあんまりしないので気をつけてください。ソウルメイトさん、レンマスターありがとう。キンキャン。
目が。よいしょ。チョコラは牛乳と一緒に飲みたい。そう、チョコラは水分が持っていかれるので必ず飲み物と一緒に飲んでください。そういえばお取り寄せしたやつが届いて、山口の下瀬りんご農園っていうところに、私は小さい時によく幼なじみと一緒にりんご狩りしてたんですよね。そのりんごジュースとりんごが届いてめっちゃ美味しいの。皆さん、りんごを使った料理、なんか作ってほしいなりますか。雑振り。そう、めっちゃりんごジュースが美味しくて、わしもせのりんごジュースがやっぱ世界一やってなって、もう一瓶一人で飲み干しそうです。こんなでっかいのに、もうこラッパ飲みって言うんだっけ。あれなんて言うんだ、できそうな感じで。うん、アップルパイ、りんご飴、焼きりんご、りんごを使ったサラダ。サラダにりんご無理な人なんやけど、すごいな。アップルタルト、あー、アップルタルト美味しそう。タルトって好き。タルト美味しいよね。そう、めっちゃ美味しいよ。みんなも飲んでほしい。下瀬りんご、山口下瀬りんごジュースで調べて、みんなもめっちゃ瓶の底にね、こうりんごがなんかこうたまるぐらいりんごって感じ。甘酸っぱいです。ステーキのパイナップルも無理そう。そう、無理。パイナップル焼いてるのあんまり好きじゃない。パイナップルはキンキンであれっていうタイプの人です。そう、でもリンゴは焼いてあっても好きだよ。そう、懐かしい。もうめっちゃ美味しくって、もう止まらないよ、リンゴが。リンゴやっぱアップルパイとかかな。なんかリンゴ飴って結構でっかいけど、どうやってやるんだ。結構こんぐらいのサイズのリンゴだけど、どうやって飴にするんだ。リンゴのコンポート作る、ジャムみたいなやつだけあり、保存してパンにつけよう。ねえ、リンゴ、アップルティー大好き。ティー大好きなのよ、ひな。ティー大好きで、中でもフルーツティーが大好きなんですよ、私。大好きです。はい。フルーツティーを飲むのがもう大好き。もう大好き。スマホ帰ってきてないのよ、これは。サブスマホちゃん。Wi-Fi の力で動いている。不安なスマホちゃん。マフィン美味しそうと思ってる。マフィン美味しいよね。マフィン。マフィンって名前がかわいい。ポケモンみたいな名前。マフィン。
なと思って。どうしようかね、みんなに聞いても悩んじゃうわそう、リンゴいっぱいある、リンゴいっぱい、リンゴだらけ。山口のそのリンゴを飲んで本当に感動したよ。懐かしいし、なんかリンゴ狩りに行ってリンゴをいっぱい食べようっていう気持ちになるんだけど、でもあんまり食べれないんだよねリンゴって。なんかリンゴってお腹にたまる、そう、中にリンゴがいっぱいになったってなる。なんでだねえ、なんでだなんでだそう、水分多いのにね、なんでなんだろう本当に。あ、1日1個で歯医者いらずっていうの、そうなの？初めて知った。すごい、ひな強制のやつに行かないといけなかったから行ったらね、すごい下の歯がまっすぐになったの。え、そうそう、なんか今まで一本ずれてた下の歯がすごいまっすぐになって、今日急にって感じ。でも痛いの、痛くて電動ブラシできなかった。あー痛い、痛すぎるってなった歯が取れるそう、でも下の歯がまっすぐになった、嬉しい。いや嬉しい、いつか見せるね。え、いや、そんな見せたりはせん、みんなに。なんか下の歯見せるの恥ずかしいそう、そのもうずっと下の歯が一本ずれてるのが気になってて、口を開けたら見えるじゃん、口を開けたら見えるって、口を開けた笑いしたら見えるかな。そう、めっちゃ気になってた、それがなくなってきて、すごく嬉しいでございますね。はい、まだちょっと痛いんですけど、今日なんか今日削ってもらったばっかり、なんか今日動かしたばっかりで、そう、効果出たの実感できて嬉しい、本当に。後ろの歯からこう動かして、こうまっすぐにさせるみたいな感じだったかな。なんか全然変わらないと思って生きてたから今日変わって涙です、涙です。私約1年間ぐらい頑張ってたの、ちょっと、まだ1年も経ってないかもしれないけど、3月ぐらいに始めたかな、去年じゃない、今年の4、5、6、7、8、9、10、11、8ヶ月の成果です嬉しい。ね、頑張ったーっていう気持ちになりましたね。でもまだもうちょっとよくしてもらいますまだ終わりじゃない。
ちゃん努力を怠らないからすごい。でもよくしたいって思ったらよくしたいよね。うん、よくしたいって思ったんですよ。あたし、ギュッてなってシュッてなるようにするって決めたの。だから今度見せる自撮りか歌番組か何かでユーザーの歯もチェックしといてください。チェックしてね、してね。歯が痛いたらカムシュってするもん。そうなのよ、チュッてなるってなって。わかんないけどまだそんな終わってないからかな。そう、あと4ヶ月ぐらい頑張ったら終わる。うーん、頑張らないと。そう、長引くかもしれないけれど、ってなったら教えてね。やつシュッてなってるよって教えてね。やつシュッてなってる、すごい。伝わってるよ。本当か、本当かーい。そう、なんかこう口元が上品な人が好きでそれになろうと思って始めました。はい、素敵じゃないですか。口元がこう上品な人って、あらやだ上品ってならない。うん、そう、みんなはなんか顔のパーツのどこを見るかわからないが、うん、口元が上品な人ってあらやだ上品ってなるので、そうなりたいなと思って走ると、そう、うん、小さい人が上品ではなく、なんか小さい人は可愛いって感じ。うん、そう、大きさじゃなくてこう見た目上品ってなる。みんな違ってみんないいですからね。綺麗なのは、うん、そうそうそう。私ね、刃とか好きだもん。可愛いってなっちゃう。刃可愛い、取らないでってなっちゃうの。そう、うらやましい。刃があったら火の強制してないかも。うん、刃好きだから。刃あった火の強制してない気がする。
みんな取っちゃうね。みんな一体金取るんかな、やっぱオラの牙痛いってなって取るんかな。そうなのよ。ふくちゃんはダンスで踊ってたらマイクとぶつかったんかな、取れちゃったかけちゃって、そこから矯正をするって決めたって言ってたよ確かに、と思った。確かに、かけた刃ちゃんはちょっと確かに気になるかもって思って、うん。すごいショックを受けておりましたよ、こちゃんは、あの時、うん。ね、エヴァとかかわいい、かわいい。自分ハイボー食べてたら歯が欠けました歯が欠けたん、ハリボーで大変やね。うん、うん、そうよ、みんな気をつけてね、歯は大事にしてね。うん、かけちゃったりしたら元に戻らんけんね。小さい頃みんな抜けた歯はどうしてましたか？歯が抜けたぞーってなったらどうしてましたか皆さん。その抜けた歯、その歯は屋根の上にやっぱみんな投げるんだ普通に捨ててた捨ててた。捨ててたんかーい。その歯屋根に投げた。家の歯は縁の下に儀式は。昨日もなんか昨日の部屋になんていうんだろうか、なんか上のなんか天井が開いて、なんかなんていうんだろう、あれはなんていう場所なんだろう、あの謎の空間があって、そう謎の空間ってそう、クローゼットの上になんか開く、なんか開く、上が開く謎の空間がありまして、そこに投げてました。なんか歌いながら投げた気がするんですけど、そう、え、謎の空間なのよ、でも、うん、なんか歌ってた気がする。なんで歌ってたっけな。ネズミのハートを変えてくれみたいな歌を歌ってた気がする。うん違うかな。あ、なんか歌ってた気がするんだけどな。みんな歌ってないか。そう、なんかネズミのハートを描いてくれっぽいって投げたんやけど、あれは嘘か本当かう
当時ぶん投げてた時だったのに。そんな歌を歌った思い出がありますね。そう。たわ知らん。広島もそう。あ、本当に？同じ歌？違う歌？ねえ、なんか歌ってたよね。歌ってる人はちょっといる。確かに地域性あるかもしれないね。同じやつ？そう？そんな感じだった？ねえ、謎の儀式。謎の儀式やで。一体何の儀式やったんやろか。ねえ。昔からあるんだろうね、そういうのをやったら強い歯が生えてくるっていうのが。きっと昔から存在してる。そう、昔からお願い事を叶える何かは存在してる。消しゴムのこのケース付きの消しゴムの部分に好きな人の名前を書いて、その消しゴムを使い切り終わったら恋が結ばれるみたいなぐらいあるある、そんぐらいあるある。これ絶対にどこにでもあったよ。あったでしょ、このケースの中のこの消しゴムに好きな子なのに全部使い切ったら結ばれるんだ。ありますよね。やつやってないよ。なんかやってる人を見たことある。へえへえ、そうなの。それなんか出そう、それ誰かに中見られたらいけんないよ。そう、君じゃダメよみたいな。そう、絶対に見んでね言っとったわ。そういえば、そうやそうや、ありますね。あとなんかこうやって岩田ひなで次に好きな人の名前をこうやってやって、なんか片思い両思いみたいなやつもあった。あれなかったな。あった。あれなに。みんなにも会って嬉しいやね。あれなんやったんや。そう、花に好き嫌い好きみたいなやつと同じ感じで、なんか両思い片思いみたいなやつがあって、結婚みたいなやつがあって。夏、懐かしすぎるね。
好き、そういう謎のなんか謎の儀式嘘か本当かわからない謎の儀式、うん、好きです私。はい、そういうのやってる人がいて嬉しいよこの配信を見ている井上てたんだ小学低学年とか幼稚園ぐらいの時にずっとお手手でねこうなんか遊んでたの、そう、そういうこういうやつとかなんかなんだったっけ、アルプス一万尺だアルプス一万尺みたいなやつとかもあったし、あ、そう、バリアーとかしてたしあと、すみすみやってたの、すみ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 不足ってやってた、もう、そう、どれだけ早くできるかっていう、もうプロ選手権が行われてて、私はもうプロでしたね、完全に全国並みの速さでできますよ、私、うん、スミスミが、そう、スミスミはもう一番好きなの私、もうスミスミが本当に全国1位ぐらいの速さでできる信じられない速さでできるスミプロ、もうスミプロですよ私は、スミスミのプロ、スミプロでやっていけるぐらいめっちゃやってた、うん、やばい、めっちゃかくれんぼしたことあるそう、幼稚園とか低学年の時したことあるかな、色鬼とかしてたかも、でも色鬼好きだったかも、みんな赤って言われたら赤いものタッチしてないとダメなの、赤いものタッチしてなくて鬼にタッチされるとその人鬼なの、そう、まあ泥系はみんな好きだったね、確かに泥系はやったな、泥系もやったな、まあ高鬼、まあ懐かしい高鬼っていう響き確かに軽泥なの日のも泥系じゃないや、軽泥って言ってた、高尾に夏高いところにいなきゃダメみたいなで、そこを次使ったらお手つきだからダメみたいなどっちでも通じるかも、泥系でも軽泥でも、でも軽泥って言ってた気がする、警察と泥棒、うん、ね、あ、懐かしい、警察苦手だったから泥棒ばっかりしてた追いかけ回すの苦手だったから泥棒ばっかりして、隠れる方が得意だった、ちっちゃーくなって隠れてたうん
小さい頃は良かった。わかる、あの頃は良かった選手権よ。ズッキーさん結婚してありがとう。結婚、そう、リンゴ狩りしてた時期は良かったなって思っとったね。本当にこの話で一番最初に戻るんだけど、あの頃幼馴染みんなでリンゴ農園でリンゴいっぱい食べてさ、あの頃は面白かったなみたいな。今はもうみんな大人になってバラバラの人生を歩んでおりますがね。本当誰かがアホなことをしとって幼馴染の中でね、ある子がもうたまごちブーム、もうこの世はたまごちブーム、その時代の時にね、ある子が一気にたまごち落として拾えたんやけど池からピーって言って死んでた。たまごち本当にかわいそうだったね。やっぱもうたまごち全盛期だったから、やっぱ本当にもうかわいそうだったな。うん、もうみんなでこうなんか通信して学校に行かないといけない時はママに任せる。ママにトイレ掃除とかお腹すいたとかご飯あげるやつね、とか病気になったら薬あげるとママに任せやってましたね。そう、あの本当に面白かったな。本当なんか事件ばっかり起きて、いっぱいおるんよ幼馴染が。結構いっぱいおってからね、うん、誰か一人でもなんかね事件が起きてました。こんなことあったらしいよ何しはるみたいなあります。面白かったなって、学校から帰ってきてお亡くなりになってて泣いた。あの頃の俺らはガチで一匹一匹の本当にたまごちが大事でね、あの頃の気持ちに戻りたいよね、なんかほんまにあの頃たまごちに熱中してた、あの頃の気持ちに。うん、ピポーバララン、ピポーバララン呼ばれる。うんうん、ねえ、平成のあの頃や、ほんまに。そう思ってしまうのよ。でも今も別にたまごっちあるのにね。でもめちゃめちゃみんながやってないからさ、なんかみんながやってないとやらないっていうのはおかしいんだけどさ、なんかでもみんながやってるからやるみたいなのがまた楽しいんだよね。周りの人がさやってるの一緒になんか通信したりする、楽しいんだよね。何も考えなくていい、あの頃ほんとそう、あの純粋でただ遊ぶだけの日うん、ポケモンやろう。そうよ、令和今ポケモンが来てる。
私はポケモンに参加しますから、12月からね。あともうちょっとだよね、12月。あれ ?31 まであるんだっけ ?11 月って。30までか。30までなのか。もうじゃあもうすぐ始まるわ、私のポケモン生活。あと5、5日したら。そういえば昨日アニピオの誕生日でね、そうアニピオに LINE を送ったんですよ。でもお仕事日なんかこうお仕事中にこう返信が来てた通知をチラッと見ただけで、あの終わってしまって、私はそこからスマホとバイバイしてしまってるので、あのアニピオ本当に今 LINE 既読する中やけど、記録つけてないか、未読する中やけど、あの許してな、アニピオ。うん、そう1年ぶりぐらいの LINE 未読する中です。そうアニピオ生誕祭2022、昨日はアニピオ生誕祭2022でした。そう、今時お誕生日ラッシュ中なので、そうなんですよ。この間はパパピヨって言ってたんですけど、昨日はアニピオでした。次は12月はクリスマスです。はい、クリスマスです。ほんで1月はママピオで、2月はひなピオです。そう。で先月の10月は妹ピオでした。大集結。お誕生日ラッシュ後半戦ですね、12月からは。あ、そう、クシちゃんは2月生まれなので、ひなぴよと一緒です。ほぼほぼクシの方がちょっと早いですが、うん、そうなのよ。ケーキ、一生ケーキの時期。でもケーキは食べてないけどね、アニピオさんは山口におられるからさ。そう、お仕事順調みたいでよかった。うん、ね、心配ないさヤシュからの妹ピオまで長い。そう、でもずっと何かのお祝いをしている。そう、アニピオのお仕事に、アニピオもサッカーが好きでね、すごい楽しかったらしい。よかったねーって、誕生日の日によかったねーって言った。うん。そう。アニピオはサッカー少年。サッカー少年だったからね。サッカー大好き。かしょうね、俺はボールと友達言ってましたから、ボールと一緒に寝ろコーチに言われとった。そうなのよ。
パピオもね、サッカーが大好き。アニピオパパピオ。うんうん。そう。だけど昔にね、そのサッカーの試合見に行ったことがあるんですけど。でもひなちゃんもう、わーってなってたことしか覚えてなくって、本当に。みんなが。みんながわーってなってるっていうことと、あと本当になんか日本のやつを書いてもらったのしか思ってなくて、すっごーい覚えてないね。うん、うん、そうすごいって、うん、あのピオの上に行ってたよ。すごい行ってたんだから私。もうアニピオの応援に行きまくり、妹ピオだったよ、ひなちゃん。サッカーの試合があってそこに行って、なんかそこに、そこの近くの岸壁みたいなところで遊んだり、公園みたいなところで遊んだり、そう、しよったんや。懐かしい。うん、もういろんなところに連れて行かされよった。うん、そう、結構サッカー頑張ってた。そう、そう、お出かけ楽しい。いや、あのね、大変大変の方だった。いや、あのすごいすごい、そう、連れて行かされる子供感出てたと思うけど、あのひなと同い年の女の子がって、その子がおるときはね楽しかったんだけど、おらんかったらね、ひまーずーっとひまーって感じ。そうでしょ。うん、インドア派、そのインドア派だったきにずっとはあって感じ。うん、30分くらいで飽きそう。もう30分もない、10分で飽きるか5分くらいで飽きそう。お暇なってましたまあでもそれ見とるだけは暇やったし、ちょっとやってみようと思って一回そのオニピオと同じサッカーをやったことがあるんですよ、私は。やってみるっていう軽い気持ちでやってすぐやめました。はい。何事もチャレンジ。そうなんですよね。すぐやめちゃいましたけど。ちょっと慣れてた時期があります、サッカー。はーい。ちょっとサッカーやってました。びっくり？あーねー、そう。ライガートとか
意外とやっているものがあるんですよ。やっちゃおうって。やっちゃおう。そう、意外といろいろやってるね、実は。そう、めっちゃ得意みたいなものは見つからなかったんやけどね。そうなんよ、意外としてたんよ。そう、ピアノが一番長くやっとったかな。多分そう。ねえ。そう。そろばんやってました。ねえ、そろばんすごい。計算系は無理だ。ああ、水泳もやってたよ、そう。水泳はでも25メートル泳げないと、あの、海とかに旅行しに行ったり、プールとか遊びに行った時に、溺れた時大変だから水慣れするために習っとった。楽しかった、プール意外と。好きだった。いつかひなちゃんのピアノの演奏が見たい。うちには葵たんがいるからね。葵たんを見たらなんかこう恐れ多いですっていう気持ちになる。うん、そう、うん、ねえ、習い事楽しいよね。その時、嫌だってなること多かったけど。そう、習字もやっとったね。習字も結構長かった気がする。習字とあとバレエが同じぐらい長いんかな。うん、習字とバレエはね、ちょっと長い。ピアノが一番長いけど、習字とバレエもバレー味じゃないよ。パーンの方じゃないよ。アンブートラワーの方ですよ。今やってみたいのありがとう。今やってみたいのは、お料理のやつと、お料理のやつとね、生け花やってみたいの。楽しそうと思って。おばあちゃんみたいでしょ。やってみたいの。そう。今日の。やってみたいよね。風流感じたい。花嫁修行みたい。え、そうなの？花嫁にいるんか、生け花っていうのは。お料理はいるかもしれんけど、生け花はいるんかっていうところがありますが、そう、やってみたいな。習うなら。
茶道やったことがあるんやけど、その茶道がね、すごい結構好きやったんよ。その小さい頃の思い出でね。で、茶道みたいな感じってなったら、生け花もやってみてきたかったなーっていうのを思って。茶道の先生が生け花をやっとったんかな、なんか誰かが生け花をやっとる姿を小さい頃見たことがあって。茶道の先生やったかな、なんかあって。生け花ってすごいって思った記憶があるんですね。ねえ、お花が好き。お花が好きって言って。好きで誰か生け花ケーキあるかしらね。あったら教えてほしいんやけど。なんかどれくらい難しいのかと。やっぱどれぐらい楽しかったか聞きたい。経験談。STU をこういつか卒業する時が来て、すごく暇な時間が増えたらやるわ。生け花。ちょっと忙しいからできないけどね、習い事とかできないんだけどね、できないんだけどね、さささ今アイドルやってるのが一番楽しいからね、それでいいんだけど、いや、ちゃん、和の雰囲気に合う。本当に嬉しい。文系だからね。関係はあるのか。そうそう。着物着て。いや、和のをやる。っていう日があるって素敵じゃない？月火水木金お仕事頑張って、土曜か日曜のどっちかに生け花をする、素敵じゃないですか？どうですか、伊田さん。素敵。素敵すぎて眩しい。嬉しいな、嬉しいなとか言って、やってないのに、やってないのに、私の理想です。はい、理想、やっていたい習い事と理想でした。みんな逆に 何の習い事やってみたいのか気になる。何やってみたいの、みんなは。同じでも全然いけると思う。俺、私も料理とギバナは全然いいけど、料理したいよね。あ、弓道いいね。弓道もすごく素敵。パン屋さんって習い事なのか。ちょっと待って。習うのかな、パン作りを。お菓子もっと作れるようになりたい。かわいすぎる。でも料理は意外と多い。
あ、ギターギター習ってみたい。ちょっとわかる。陶芸教室とか行きたい。渋め、それは素敵ですね。うん、ね、ダンスできたら楽しそうとは思う。会いすぎじゃない、あのなんかさ、ダンディーな方とレディーな方が踊る社交ダンスみたいな。素敵なんだっけあれ。ねえ。うん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 、アクティブすぎるものにはね苦手っていうのがね、この人生生きてきて分かったきんね。うん、そうそう。行こうな。急にどうした。あ、もう12時になった。え、衝撃なんだけど。え、え、ちょっと待って、ちょっと待って、え、本当に12時だ。え、10時44分じゃなくて、え、10時41分ぐらいの感覚。え、怖っ、怖っ、どうした、どうした、タイムリープ。え、え、汗になっちゃう、やばいやばいやばい。言ってよみんな、やっと10時41分じゃないよって。もうもうもう気になって11時だよ。このよ夜の1時間の差はでかいんだから。毎日配信なのに毎日長時間やってくれて本当にありがとう。あのね、あっという間に時間が過ぎてるな。そう、びっくりびっくり、ちょっと本当にもうびっくりよ。もう70分、そう70分のタイムリミットが今起きてて、ちょっとあの衝撃を隠せません。皆さんすいません、あのえっっていう、もう70分もみたいな。やめる。急にやめます。やめます。これはびっくり超えたよ私は。うん。急にやめる。前菜スケさん、あ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 、やばい、電波に負けてる。スケさんのことが好きな、そう、ついに台湾のゴさん、台湾のゴさんのことが好きな、そう、デチレプリカさん、今日は素敵です、あら、ありがとう。ぜはんちゃん、本日誕生日かな、新しい年になっても大好きな、そう、あらー、おめでとう、ハッピーバースデートゥーユー、いい、いい年に一緒にしましょう。キセトキヨドローさん、いちご、いちごの国のひなちゃん、リンゴも召し上がりって言って、そう、リンゴが、美味しいリンゴ届いたから、楽しみにしといてね。料理なんか作るはず。8位がケイトさん、アニピオおたよおめーかな、これは。そう、アニピオのお誕生日も昨日だったので、応援してくれてありがとう。七位、ポンタさん。ポンタさんのことが好きなさん。六位、もちもちもっちーさん。うん、これは長時間ありがとうございました。予測変換。そう、あっという間にね、時間が過ぎててね、びっくりでした。本当に。本当にびっくり。すごい、おばちゃん。おばちゃんのことが好きなさん。4位、サンキーさん。サブ彼氏ではいいので、いざという時に支えたい。あら、ダメですよ、ちゃんと本命になるっていう
気持ちで来ないと。サイソウルメイトさん、ソウルメイトさんのことが好きだぞね。ズッキーさん、いつかひんな、なんだろう、ひなと一緒に思い出巡りしたいなって。思い出巡りいいよね。やっぱ地元ね、いろいろ巡りたい。分かりみが深い。そして1位がトゥルルルパパーン、ハンティアタンド、スカイチグループイコリケイさんです。アワード楽しく、アワード企画楽しく準備中。ありがとう。企画をいつも用意してくれて嬉しい。ではでは、パチパチありがとうございました。本日もスペシャルゲストコメントたくさんありがとうございました。やり手の皆さん、ごめんなさい。では明日の配信では呼ばれるかもしれませんので、あの、話しないよって方はハートのボタンを押してフォローして、明日の配信また見に来てね。あと Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。ではでは皆さん、また明日。ちょっとあの28日まであんまりネットが使えない状況に陥っておりますので、そう、スマホをね、東京に寝ませてきてそうなので、あんまりすみなちゃんからなんかひなちゃんを感じれないみたいな思わないでください。ひなちゃんは生きてますから。強く生きてますから。ではでは、うつぴよです。またね。長時間、いつの間にか長時間ありがとうございました。うつぴよ。